侍塚古墳群1号墳か侍塚古墳は、栃木県大田原市ゆずかみの中川、右岸河岸ガ,ガンン球場に位置する前方後方墳。那須地方にある6基の前方後方墳の中で、東古墳の南南東約700メートルにある上、侍塚古墳に次ぐ大きさであり、江戸時代に行われた保全整備により現在でもその原型をとどめ、日本で一番美しい古墳と言われている。 前方部に対して後方部が5メートルほど高いが、後方部が高いというのは、古墳の初期の形に多く西暦400年頃、作られたと考えられている。周辺には侍塚古墳群があり、本墳の他に10基の古墳があったが、戦後の改憲などにより現存するのは8基である。国道294号を挟んで向かい側には、駐車場、トイレが整備され、大田原市歴史民族資料館、 栃木県立那須不時のお菓子寮館ゆずかみ館が南へ約200メートルの至近距離にある。また、北北西方向約1キロメートルに徳川光国の命により建立され、那須国造碑を祀った火西市神社が位置する。また、本墳の周囲には遊歩道が整備されており、侍五日古墳群の1号墳、2号墳、7号墳、8号墳を周遊できる。 森光一著、古墳の発掘中高新書4月発行より、ハット AB と地域県教育委員会現地案内版よりようやく国指定文化財等データベースより、ありがとうございます。